インゲボリー・マグヌス・ドッテル・アブ・スベーリエ、または、インゲボー・マグヌス・ダッター・スベーリエは、デンマーク王エーリック6世の王妃。インゲボリは、スウェーデン王マグヌス3世とヘルビヒホン・ホルシュタインの間の娘である。1288年に、インゲボリは、エーリック6世と婚約し、1296年に、ヘルシンボリで結婚式が行われた。この結婚は、 王家の婚姻政策の一環であった。1298年には、インゲボリの弟スウェーデンを帯びるイエルが、エイリーク6世の妹マルタと結婚した。エイリーク6世が、ルンド大司教、イエンス・グランと対立していたため、結婚に必要な特面状が届いたのは1297年のことであった。王妃、インゲボリは、美しく思いやりのある人物であったと伝えられている。 結婚の際に恩赦を願った内容の歌が伝わっており、また、同時代のデンマーク及びスウェーデンで歌われた歌では、インゲボリの慈悲の心と公平性を褒めたたえている。インゲボリはデンマークで人気があり、良き女性と言われていた。インゲボリが政治的にどのような役割を果たしたかについては、記録がない。夫エーリク六世は、スウェーデンが多い継承問題で対立が起こっていた間、 インゲボリの弟ビルイエルとそのヒマルタと同盟を結んでいた。1306年、ビルイエル王と王ヒマルタが王の弟セーデルマンランド公エリクト・バルデマールに捕らえられた後、インゲボリ夫妻はビルイエル王の息子を預かり、さらに1318年にエリクト・バルデマールが遊兵され間もなく死去した後、ビルイエル夫妻もデンマークに亡命している。 インゲボリはいずれも創生した8人の息子を産み、6回、流産したとされている。その数は記録により異なるが、いずれにせよインゲボリは、流産を繰り返し、また生まれた子もみな創生した。1318年、インゲボリは息子を産んだが、流産を繰り返した後のことで大いに祝われた。しかし、インゲボリが馬車から民衆にこの用事を見せようとしたとき、馬車が突然倒壊し、 行事は、インゲボリの手から落ち、首の骨を折って亡くなってしまった。息子の死後、インゲボリは、ロスキレの聖カダリーナ修道院に入った。その理由は様々に伝わっている。一つには、インゲボリが、自らの意志によって、修道院に入ったという。その理由は、息子を失った悲しみゆえ、あるいは弟エリクとバルデマールの死を悲しんで、と言われている。 他に伝わるところでは、夫エーリック6世が、息子を失ったことでインゲボリを責め、無理やり修道院に監禁したとも言われている。また、インゲボリが弟エイリックとバルデマールの政治的策略に深く関与しすぎたため、監禁されたとも言われている。インゲボリが修道院に自ら入ったか、監禁されたかにかかわらず、インゲボリはそれ以前からこの修道院の講演者であった。 1319年、インゲボリは、夫と大司教に、自身の死を予言したと言われる。それから間もなくして、インゲボリは死去し、夫エーリック六世も、その後間もなく死去した。インゲボリは、リングステズの教会に葬られた。墓には、以下のような命が記されている。ありがとうございます。